では KTO ボーゲーム局長アークやっていきたいと思います。今日ねアークニュースやっていきたいと思うんだけど、なんとねあのジェネシス延期しました。はい、あのドリーやってくれたな。おい、まさかの直前での延期、なんということでしょう。ということで本日の目次はこちらになっております。ジェネシス2真のリアルのマジの価値の発売日について、そして次発売日延期の背景、そして最後にプレステ4の発売日について話をしていきたいと思います。まずねジェネシス発売さらに延期いたしました。今ね5月26日の発売日っていうのが最終延期のまあリリース日となっていたんだけど、そっからさらに1週間伸びて6月2日、2021年の6月2日に延期しますっていうのが今回正式にねアナウンスされました。今ね5月21日に動画を撮っているんだけど、5日前に延期ぶちかましてきました。嘘だと言ってよバーニー、俺のワクワク返してよ。今日もワクワクで8時間しか眠れなかったんだよ。この俺の気持ち考えたことある？で、まあ一応ね、1週間程度なので、今までね、延期に延期を重ねて、3回目の今回延期になるので、合計ね、半年ぐらいかな、待つ形にはなっているので、正直ね、まあ1週間ぐらいは感覚として、まあ悪くないかなっていう風に思っているような、俺の所感ですね。あれ？ちょっと待ってこれ。交渉の時とかに使う上等手段じゃない？本当は 30% ぐらいの値引きで手を打ちたいなっていうところで、でもさすがに最初 30% って言うとそこから下げられると嫌だから、とりあえず 50% から吹っかけてみようか。で、最終的に 30% まで落として、30% で取引しよう。みたいな、この交渉術の上等手段じゃねえ、これ。本当はさ、6月ぐらいまで伸びるかもしんねえけどさ、まあ、とりあえずさ、なんか最初数ヶ月伸ばしてさ、で、数ヶ月伸ばしとけさ、最後の1週間ぐらいさ、みんなさ、ライトに考えてくれっからさ、みたいな感じにしちゃうんじゃないかな、これもしかして。ドリー腹黒いわ、これ。あれ？あれれ？おかしいな。なぜか綺麗に、アーク6周年の日付と、ジェネシス2の日付。重なっちゃってるな。あれれ？おかしいな。おじさん、これ、どういうことなの？ということで、今回ね、アークの真の発売日に関しては、2021年6月2日になりました。で、この6月2日はアメリカ時間なので、日本時間だと、カレンダー的にはおそらく、6月3日の、まあ、深夜か、明け方みたいな感じかな。日付は変わって。で、この動画では一応ね、統一して、6月2日っていう形で言うので、一応公式がね、出してる日付なので、まあ、そんな感じで、この動画では伝えていきたいと思います。日本時間ではね、おそらく6月3日になると思います。ということで、次に、これなんでこんなね、遅れていたのかっていう背景と、まあ、今のね、理由っていうのをね、話していきたいと思うんだけど、2020年のコロナ影響で、完全にリモート作業に、ワイルドカードっていうアークの開発会社が移行していて、でその結果ねリモート作業がかなりね悪影響を及ぼして遅れに遅れてずれたっていう話だったんだよね。で、まあゲーム会社でリモート下手くそですって昭和か、お前昭和か、お前スラックとか使わなくてお前お手紙でやり取りしてるんですかね。チャットツールより井戸端会議ですか。はい、どこのセクターが遅れてるか知らんけど、まあ、とりあえずね、お手紙で、ね、社内のやり取りとかした結果、なんかね、6月まで、発売日が伸びたらしいです。もう、どうしようもないね、これね。お疲れ様ですとしか言いようがありません、もう。でもさ、さすがにさ、ゲーム会社でさ、リモート作業手こずったって、それはね、多分言い訳だから、本当はね、なんかね、めちゃくちゃやばいバグとかがワンチャンあるかもしれないって俺は思ってるんだよね。ぶっちゃけね、ゲーム会社ね、俺 IT 企業にいたので、ゲーム会社と付き合い全然あったから、大きいとこもちっちゃいとこも、まあ、大体ね、まあソサゲからコンシューマー版も知らんことはないんだけど、リモートが、苦手ですみたいな。そう、なんていうの、クリエイティビティ要素が多いとこ。っていうのはあるかもしれないけど、そこら辺っていうより、おそらくアークに関しては技術的問題だと思ってるのよね。っていうのも、アークって多分バグ多いじゃん。なので、ここでさ、バグが発生しましたとか、あとはなんかモデリングがなんかちょっとずれてますとか、メッシュ起きてますとか、多分そっち系だと思うから、おそらくなんだけど、まあ、なんかそういうクリエイティビティ要素じゃなくて、技術要素のとこだと思うんですよ。で、まあそこのバグフィックスか、なんか知らんけど、まあ、そういうとこに関しては、別に、リモートでもそんな変わんなくないみたいな。いろいろさ、管理ツールから、チャットツールからあるんですよ。なので、
そこをね、なんかね、原因とか、嘘っしょ、あっ嘘っしょお前と思っちゃうんだよね。なのでおそらくなんかやばいバグがワンチャンこれあるんじゃねっていう形で俺はそこをねビビっておりますっていう形で、今回ね一応ねリモート作業によってなんかいろいろね齟齬が起きてかなり遅れが発生したっていう形になっているんだけど、まあ、正直ねこれね延期する理由毎回これないよね。前回もこれだったし、うん、なのでうーんっていう感じ。はい、さすがにさゲーム会社がリモート作業でとかそんなしょうもない言い訳をされてもっていう感じではあるんだけど、まあそこはね大人のお話だから、まあしっかり建前を使っているんじゃないかなっていうような感じではあります。はい、そこはねもうね延期ってなったので、まあしょうがないっていう形で、まあ大人のあれだったんでしょう、判断だったんでしょうということでした。でもなぜか綺麗にアーク6周年に発売日合わせてきたね。なんでだろうね。おー、あはお前さ、もともとさ2019年ぐらいの段階でこれ無理じゃねってなってたんじゃね、2020年の発売。おーっていう邪推はここまでにして、なんと今回ですね一個だけすごく役立つ情報が出てたんですよ。でそれは何かっていうと、プレイステーションですね、 PS4 版の発売日について言及されていたんですね。でまあプレステじゃなくて全部のプラットフォームについての言及だったんだけど、今回ですね全てのプラットフォーム発売日が同じですっていう話だったんだよね。なのでプレイステーションも PC も XBOX も全て同日でリリースされますっていうことでした。なのでジェネシス2に関しては一応ね公式の話だと6月2日に全てのプラットフォームにジェネシス2はリリースしますっていうことだったんだよね。ただ一つだけ懸念点があって、別動画で一応ねプレステの日本語版だけ毎回ね発売日が遅れるからおそらく2週間ぐらい遅れるんじゃないかなっていうね、そういった発売日についてのプレステ日本語版の解説動画を出しているんだけど、日本語版のプレイステーション4のアークに関して毎回ね発売が遅れるんだよね。ジェネシス1の時も日本語版のプレイステーション版だけ遅れてたんだよね発売日が。でこれなぜかっていうと、ローカライズっていう形で、もともとアークのワイルドカードっていう開発会社はアメリカの会社なので、アメリカ仕様に全てね言語も英語だしアメリカの仕様で作っていて、それを日本語化して、まあローカライズっていうんだけど、日本のプレステ用にアークをまあちょっと修正というか、今回もねソニーさんのプレステのねソニーさんのプラットフォーム上にアップデートのデータを置かないといけないので、で毎回ねアークっていうのはプレイステーションに対してアップデート遅かったりバグ修正とかが遅かったりするのでっていう感じでゴテゴテになってるので、今回もねもしかしたら残念ながらね6月2日には日本語版のプレステっていうのは難しいかもしれない。これ 50% ぐらいかなっていうところで、でまぁ、ちょっとねそこら辺はねまだねわかんないところではあるんだけれども、今回はねかなり気合の入れようがねすごいので、かつ最終作っていうところの立ち位置でもあって、さらにこんだけね遅れているっていう形ではあるので、もしかしたらアーク運営もちゃんとね配慮して今回は6月2日に日本語版のプレステも一緒に出してくれるかもしれないっていうようなところなので、一応ね全部のプラットフォームね大丈夫ですよっていう、同じ発売日ですよっていうね公式アナウンスは出たんだけど、そこだけはねちょっとね気をつけた方がいいかなっていうところですね。まあ、ちょっとねこのね延期に関してはねまあしょうがないところもあるんだけれども、このねプレスに関してはドリーがね毎回ね日本語のローカライズをねおそらくね発売日の工程に入れてないからそこがちょっとね謎というかちょっと確定していないところではあるかな。というわけで本日はジェネシス2が残念ながら3度目の延期をしましたっていう話をしてまいりました。今回ね3度目の延期でくしくもアークの6周年記念の6月2日っていう形のねこの発売日になりましたので、今回に関してはまあねこの闇の組織のジンとかウォッカが関わっているのかもしれません。はいまあとりあえずね1週間なんで、さすがにね今回の延期はねおそらくこれでね最終コミットとなると僕は信じているので、なんならさ数日前にはさ普通にさ5月の発売日をさ記入したさなんかジェニス2の新情報ですみたいな感じでツイッターでさ画像を出してたりしてたからさ、俺もさすがにさこの5日前にこれかってはね、まあ別動画とかで一応ね1週間とかまあ数週間単位の延期はワンチャンこっからね起きるかもしれないって、まあ、言ってはいたんだけど、実際来るとちょっとショックです。はい
とりあえずね、もう本当にジェネシス心待ちにしているので、こんだけ延期したんだからマジでやばいバグはなくして、いい感じにね、今度は6月2日にちゃんと発売をしてほしいなと思っております。であとね、動画詳細欄にジェネシス2の事前情報っていう形で再生リスト作ってまして、今回ねジェネシス2の新情報に関しては運営が発売日前にかなりねいろんな情報を出していて、コミュニティクランチとかでも情報共有がかなり多かったんだよね。なのでいろいろね動画ができて情報がねいっぱい溜まってますので、ぜひね発売が延期したということなので、そのね動画でも見ていろいろね前情報をね仕入れていただければ幸いです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。限定でぜひチャンネル登録5000人1万人10万人ですより、ぜひ応援していただけると嬉しいです。楽しんでいただける動画、生放送今後も続けてまいりますので、チャンネル登録お願いいたします。またいつもコメントや高評価くださって皆さん、生放送に遊びに来てくださって皆さん、本当にありがとうございます。ぜひですね恐竜ライフ一緒に楽しんでいただけると幸いです。それではまた次のジェネシス2でお会いいたしましょう。バイバイ。